カプリ島はイタリア南部のティレニア海にある島。ナポリ市街からナポリ湾を挟んで南へ約3 0トルに位置する。約10平方キロメートル程度の小さな島だが、風光明媚な土地として知られ、イタリアにおける観光地の一つとなっている。青の洞窟と呼ばれる海食堂があることでも有名。また、イタリアの歴史にも登場する島で、 例えば、ローマ皇帝ティベリウスは、統治期間の後半をここで過ごした。カプリ島とナポリの位置関係ナポリ湾を挟んで、ナポリ市のほぼ南3 0キロメートルの位置に浮かぶ。カプリ島は、ティレニア海に浮かぶ島の一つで、ナポリの南約3 0キロメートルに位置する。ベスビオ火山やポンペイなどもここから数十キロメートル程度しか離れていない。 カプリ島の面積は10.36平方キロメートル、島の外周は約17キロメートル。島の最高峰はソラーロ山で、他にカッペロ山、山、ミケーレ山、ティベリオ山、道路山がある。特別な名称のついた海岸としては、島の北側にマリーナグランデ、南側にマリーナピッコラと呼ばれる海岸がある。カプリ島はカンパニア州ナポリ県に属する。 地図島には以下の二つの小ムーゲがある。島の東側がカプリ、西側がアナカプリである。青の洞窟は島の北西端にある。もともとはテレボアイビトが住んでいた島だったが、後にアウグストゥスが気に入り、別荘地として島全体と対岸の土地を購入した。アウグストゥス自身は利用する機会に恵まれなかったが、 その後を継いだティベリウスは26年からこの島に今日移し、陰性しながら、政務を行った。ティベリウスは島内に12の別荘を持っていたとされ、その中でも、イオの別荘は有名である。周遊ボートより、ファラリオウニと呼ばれる海岸の海色柱青の洞窟内部の眺め。洞窟の入り口は、波が引いた時に海面に顔を出す青き輝きマリーナ、グランデには、 ナポリやソレントなどからの観光船が発着する島で唯一の昇降、観光客用のハーバード、ドックがある。また、島の周囲には、ファラリョーニという奇岩が存在する。島の周囲の大部分は断崖絶壁となっているので、海岸近くに存在する奇岩に陸から近づくのは難しいものの、島を周遊する観光船が運航されている。 マリーナグランデと高台にある島の中心地カプリとは、ケーブルカーのカプリ工作船が、所要5分弱で結んでいる。ケーブルカーが到着する広場からは、プラダ、グッチやブルガリなどの高級店が軒を連ねるほか、ホテルやレストランが点在する。なお、島の高台を中心として、島内随所には、各界著名人などの別荘が点在している。また、 島の特産品として、レモンが有名だが、このためリモンチェロなどのレモン酒や、レモンチョコレートなどの土産品が販売されている。青の洞窟も山椒カプリ島の周囲は、かなりの部分が断崖絶壁に囲まれており、波打ち際には半ば水中に渦もれている、海食堂の青の洞窟がある。この洞窟には、洞窟のある入り江から、手こぎの小舟に乗って入っていくことができる。 入り口は狭く、くぐる際に乗客は船のへさきより下に頭を沈めなければならない。天候や波の状態により侵入不可能である場合もある。内側に入ると外からは予想もできない数十メートルの広大な空間が広がり、水中に伸びている穴を通して水面から洞窟全体が紺碧の光を帯びて神秘的な雰囲気を持つため人気ある観光スポットとなっている。 アンデルセンの出世作となった恋愛小説即興詩人ではこの洞窟が重要な舞台となっている。森外の翻訳では老感堂と訳された。青の洞窟は気象条件その他の理由で侵入できない時があるが、そういった場合でも行くことができるケースがある。緑の洞窟、サンゴの洞窟や白の洞窟といった名所も存在する。 カプリ島の特産物としてはレモンが知られており、カプリ島はレモン島とも言われる。なお、イタリア発祥のリキュールの一つとして、レモンの香味を上流酒に移したリモンチェットという酒が存在する。そしてこのカプリ島も、そのリモンチェットの主要な産地の一つとして知られている。スライスしたトマトにモッツァレラチーズ、バジリッコなどを添えたサラダは、インサラータカプレーゼと呼ばれる。 カプリフラルヨニーカプリオンライン、池上秀弘、美しきイタリア22の物語公文社、2017年、57ページ。ISBN 978から4から334043032。デノーラサ、カズコ、カプリ島緑の洞窟と白の洞窟クルーズ、オーラバウト、2006年。 h t t p a l l a b o u t c o j p g r a m m g c 7 7 9 5 8ありがとうございます。